ももちのチャンネル。お水うまい。おいおいしい。ここがドラゴスタディオンだ。闇のオーラは鍛えれば鍛えるほど強くなる。おお今も過度なトレーニングを続けてるに違いない。早くドラゴを止めないと。膝は痛くない？痛くない。水分補給終わってる。 OK です。お餅の準備が整ったら深呼吸をして出発しよう。じゃあちょっと前髪だけ整えようか。ね、前髪ね、大事だから。びちょびちょだよ。はい、できました。では早速行きましょう。ドラゴスタディオン、ほい、出発する。リンクを引っ張るといろんなものを突っ込めるよ。ドラゴンに勝とう。汗びちゃびちゃな私、行きます。ほい、長期戦になるかもしれないね。上があった。忘れてた。すごい長い階段。すごいお尻きつくなるねこれ。長っ。これは初めてだからさ。でもちょっとずつ近づいてきた。あ、めっちゃ腕立てしてるやん。おう、来たで。めっちゃ腕立てしてる。めっちゃ汗びちょびちょだ。過度なトレーニングをしている。トレーニングは継続なり、確かお前の言葉だったよな、リング。なのにお前に閉じ込められたせいで、すっかり体がなまっちまったよ。なんだ、そいつが次の相棒か。ということは、前にいたやつがいたんだね。で、その姿がないということは、死んだのかな。いいから僕の話を聞くんだ。はい。お体操選手とドラゴのショートコント。まあいい。俺のトレーニングを邪魔する者は誰であろうとぶっ潰すだけだ。さあ、スキルを選ぼう。はい、じゃあ得意のスクワットでどうだ。はい、つま先はまっすぐ前になるように。おい、すごい。おい、膝は前に出さずに、もっとこれが下の方だった。よくなったよ。このさ、かかとがこうなってるあたりがちゃんと後ろ重心にしなきゃいけないっていうのの表現になってていい感じ。いいね、すごいぞ。ちゃんとしなきゃダメだね。よし、いいぞいいぞ。いいよ、キレキレ。
万歳プッシュよりも無理無理椅子のポーズはい、つま先で、はい、ゆっくり倒そう、ゆっくり戻そう、取りにくい体作りにおすすめの動きだよ。ニートゥーチェストで行きましょう。はい、はあはあ、はい、さあ行くよ。足を浮かせたままやればお腹にかなり効くよ。よしよし、その調子、いいね、お、いい動き、いいよ、よしよし、はい、ナイス、いいよ、はあ、よしよし、結構しんどくなってきたぞ。いいね、いけ、完璧、ああ、私ミスしてるから、うつ泣いたり頑張ってるから、甘く見てこれ。いいよ。ナイス。よし。よし。素晴らしい。いいね。どんどん行こうか。いいよ。いいね。その調子。よしよし。頑張れ。OK。シャッフルいくか、はい、椅子のポーズでよかった。はい、うん、椅子のポーズは得意。ゆっくり倒そう、ゆっくり戻そう、下半身の筋肉を鍛えて代謝を上げよう。
死にそうだから、よくなったよ。シリズムで、はい、ありがとうございます、だと思います。はい、はい、母の7分頑張りました。はい、グルーまだ力が戻っておらんようだな。ほら、やっぱ最後のとどめさせてないじゃん。お持ちのこれでお前も完全に俺の敵だ。怖い、そいつと関わったことを後悔するんだな。やだ、できるだけ争いのない世界で生きていきたい。うん、ほら、ちょっとほら、うん、ぼさっとしてるから取り逃すんでしょうよ。ノーコメントかい。逃げられちゃったねじゃないわ。なん、でも今回はっきりとしたことがある。あいつはあそこまで追い込めたももちの君のおかげだ。君を相棒に選んでよかったよ。というか、私はお前が相棒なだけでも、お前が相棒のせいでもう一回旅を続けることになったよ。さあ、今のあいつを野放しするのは危険だ。はい、ドラゴは隣の国に逃げたようだ。僕らも急いで追いかけよう。巻き添えにするの得意だよね。はぁ、夜の国。やばそうですな。ではちょっと、今日は2回も同じところをやってしまったので、実際ステージ的には3ステージやったんだけど、2回同じのをねやったからね、5回ステージやったことになるので結構応募枠だと思うんで、今日はここまでで終了しようと思います。はい。あーしんどかった。あー
クールダウンアドベンチャーお疲れ様でした。ドラゴさんに勝ちましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。みぶりさんのおかげでございます。まあ、ドラゴさんに勝ちました。なかなかハードだったと思います。頑張りましたね。いやー、2回もやると思いませんでした。はい、では疲れた体を休めながらクールダウンに入ります。よろしくお願いします。まずは今日の振り返りをしていきますが、しなくていいです。汗をかいたままなので体が冷えそうであれば、もう待ってますので着替えてから見てくださいね。あ、大丈夫です。このままいきます。合計活動時間な2回もやったからね、20分58秒、もう 71.52kcal、 20分もやって 100kcal にも満たないんですね。まだまだ頑張っていきたいと思います。はい、なかなかいろいろやりましたね。頑張りましたね。記念すべき第一歩です。それでは体が冷えないうちにストレッチをしましょう。運動後はスタティックストレッチでゆっくり体を伸ばしましょう。はい、体に溜まった老廃物質を疲労物質をきれいに流していきましょう。はい、それではスタティックストレッチを始めます。スタティックストレッチ、はい、リングコンは使いません。使いません。安全な場所に置いておきましょう。足を広げて両手を上げ、左の手首をつかみます。左の手首をつか、手首を引きながら体を右に倒し、体側を伸ばしていきましょう。体を伸ばして手を入れ替え、反対側に倒します。無理をしない程度にゆっくり伸ばしましょう。ゆっくり体を戻します。はい、左手を横に伸ばし、右腕で抱えるようにします。腕を引き寄せ、左肩の筋肉を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。はい、食事の際は野菜や海藻から食べるのがおすすめです。血糖値の上昇を防いでくれます。ニンニクの匂いの元になるアリシン、ビタミン B1 の吸収を助ける効果があります。お、ビタミン B1、 ニンニク私大好きなので嬉しいですね。体の前で手を、生ではね食べれないんだけどね。手のひらを前に、ニンニクの背中を伸ばして、スタミナの出そうなあの香りは大好きです。こんな感じかな、こんな感じかな。ゆっくり体を戻します。はい、右足を前にして足を交差します。体を前に倒し、はい、左足の後ろ側を伸ばしていきましょう。おふ、そのままもう少しキープしましょう。はい、体を起こし足を入れ替えます。はい、はい、反対側も伸ばしていきましょう。はい、ゆっくり呼吸しながらキープしましょう。腰から順番にゆっくり体を起こします。こうかな。右足を前に出して腰に手を当てます。汗びちょびちょだ。左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。はい、伸びます。足を入れ替えます。重心を前に移し、反対側も伸ばしましょう。ゆっくり体を戻します。はい、ストレッチ終了です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はあ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。では最後に運動の豆知識を。痩せたければ食べちゃ、痩せたければ食べなきゃいいと思っていませんか？極端な食事制限は逆効果かもしれません。詳しくはこちらを見てみましょう。食べなければ痩せるよね。太りやすくなる可能性も。
極端な食事制限をすると体が一時的に飢餓状態になり、体内から栄養を補充しようとして筋肉を分解してしまいます。これにより基礎代謝が低下して太りやすくなります。また飢餓状態では体が脂肪を溜め込もうとするので少ない食事でも脂肪が増えてしまいます。食事制限だけで痩せようとするのは危険です。しっかりトレーニングをして健康的に痩せましょう。はい、今日のクールダウンはこれでおしまい。次またすぐ始められますように。はい、じゃあこの電池が減ったら充電をしておくといいですよ。それではまた会いましょう。さようなら、バイバーイ。あー、終わりました、アドベンチャー。あー、しんどかったですね。まさか2周するとは思いませんでした。みんながただでさえきついって言ってるのをね、まさか2周もするとは思わなかったですよ、2周もね。ということで、今日のアドベンチャー、本当ね、お手軽とかカスタムとかなんかね、いろいろね、やりたかったんだけど、お手軽サクッとできるミニゲーム形式のね、フィットネスとかがあるみたいなので、大胸筋チャレンジとか、ミニゲームとか、あとヒップアップセットとかもね、あるからね、やりたかったんだけど、ヒップアップセットだけやってみようか、行こう。ヒップアップセットだ。